あのね、今ね、弟がセブ島、フィリピンに短期留学行ってまして、まあ1週間ぐらいなんですけどまあそれもなんでかっていうと、まあ無理やり行かされたというか、でもきっとね、経験ある人もいるかもしれないんですけど、親に行かされたとか、周りが行けって言うから、まあそんなね、貴重な体験ね、できることもないと思うし、もちろんね、行った方がいいとは思うんですけど、まあ弟の性格だからすごいインドアだし、部活もね、辞めちゃった、バイトも辞めちゃった、で家からも全然出ないってなったらさ、留学なんてね、絶対行かないでしょっていうタイプなんですけど、まあお父さんがね、部活もバイトも夏休みないんだったら一週間ぐらい短期留学行ってきたらみたいな話になって、でも弟はね、いやみたいな感じだったんですよ。ずっと嫌そうな感じで、でなんかお父さんのスイッチが急に入っちゃって、今年夏休みに一週間行かないんだったら来年一年間絶対行けよ、行くんだなみたいななんか目バッキバキで言ってて、めっちゃ怖くて、私とお母さん何も言えないから黙って聞いてて、ですごいずーっとね、なんか渋っててお互いに引かなくて、もう一週間ぐらいね、一年間行くより一週間の方がいいですよね。しかもセブ島だからめちゃめちゃ海も綺麗だし、観光地としてね、すごく素敵なところだと思うので、で結局行くことになって、